はい、今日もガーラサマーゲレンデに行った時の動画にできなかったことの追記として、今日は丸4っていう形で、ちょっと記録してみたいと思います。でピスラボ実は初めてではなくて、何年か前かな、5、6年前だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、神楽三ツ俣スキー場ですね。そちらも、ピスラボを敷いてまして、でそこに夏行ったのではなくて、春行きまして、でその年がすごい雪解けが早くて、で移動の際に、ピスラボの上を滑ったという体験をしたんですよね。で、水はまかれてなくて、ただピスラボがこうむき出しの状態で、迂回というかですね、連絡通路といいますか、そんな感じで、スキーでしたけどもね、そこを移動したことがありました。でその時当時ですね、思い出してみると全く滑らなかったんですよね。もう本当にブレーキがかかったような感じで、全く滑らなかったです。ですからそういうイメージもあって、いくらその水をまいてますとかって言われても、雪解けの水も、間違いなくあったわけで、でしかも滑らなかったらまだいいんですけど、滑らないくらいだったら、で帰ってソールを見たら摩擦熱だと思うんですけど溶けてたんですよね。ソールがもうボロボロに溶けてまして、もうびっくりですよね。そんな保証問題というか、そういったところ感知しないのかちょっとわからないんですけど、そういった話は実は前々から聞いてたんですよね。ピスラボの上を滑るとソール溶けるよってことは言われてたので、加工した板じゃないとダメだよってことはもうそれこそ10年近く前ですかね、知り合いにちょっと言われて、聞いた覚えがあるんですけど、その数年前まさか自分がそうなるとは思わなかったですよね。でそのイメージがあって、ピスラボのサマーゲレンデからこう、足が遠のくというか、その何て言うんですかね、あまりこう行く気がしなかったんですよね。で今回、そのサマーゲレンデ行った際に、もう本当に平らなところ平らな面でスケーティングしただけでも、滑走性良かったですし、もちろん斜面では良かったんですけど、でこれ水がまかれていないところもよく滑りましたし、もしかしたらそのピスラボ自体の質によるものかもしれませんけど、ここからの話はちょっと、私の想像ですので、そうで、一緒にいた平野さんにはちょっと聞かずですね、ガラさん そのスタッフさんに聞けばいい話だったんですけど、ちょっとバタバタしてそのまま帰ってしまったので、ちょっと真相は、本当のところはわからないんですけども、ここからの話ですね。でそう意外だったっていうか、ことが一つありまして、それは板が、帰る間際、帰る時ですよね、板を片付ける時にすごいベタベタしたんですよね。もう油まみれになってまして、でそれ多分ワックスだろうという話だったんですけど、でそれが分かんないんですよね。自分も聞けばよかったんですけど、知ってる人いたら教えてほしいんですよね。ワックスがどこにどういう風に塗布されてたのか、ゲレンデにまかれてたのは水だけだと思うんですけど、これも私も謎ですね。私の謎ではあるんですけど、でベタベタしてたので、それで滑走性良くて、しかもソールの保護といいますかね、全くその雪上で滑って、多少傷つきましたけどね、多少その線がこう入りましたけども、縦と横と、少し線はやはりピスラボの摩擦だと思うんですけど多少は入るんですけど、溶けるようなことはなかったので、このことについてちょっと不確かな情報というか、わからないままちょっと記録するのはどうかと思ったんですけど、
まあ、一つやることは掃除用のタオルといいますかね、まあ、そのワックスだと思うんですけど、その油油分を取り除くためのタオルか何かをこう持っていくのもいいかなというふうに思いました。これ私一人だったら絶対に分からなかったことなので、まさかその前、この前行った時のことだけではないと思うんですよね。その時だけ、油まみれといいますかワックスっぽいのがこうついてたのではないと思いますので、まあ、これから行く人、まあ、これちょっと聞いてるかどうか分かんないですけどね、まあ初めて行く人にはそういったタオルですね、持っていけばいいの、いいなというふうに思いました。あともうそうですね、今ちょっと話記録してて思ったんですけど、例えば出入り口といいますかね、帰り際に何かそう拭くようなタオルがあったらすごい親切だなというふうに今思いましたね。まあ、冬であればブラシが、まあ、大体どこのスキー場行ってもブラシが、まあ、建物の出入り口のところにはありますので、まあそうですね、まあ、今回はそれに該当しないですかね。まあっていうのも、その建物に持ち込むものではないですからね、あとはまあ各自、まあ、自宅なり、物置なり分かんないですけど持って帰るだけなので、まあ、そこまでその施設が、責任というかそのサービスするものでもないのかなと今ちょっと記録しながら思いましたけども、まあ、あったらすごいありがたいなって、親切だなっていうふうに思いました。はい。ということで、まあ、ガーラサマーゲレンデですね、行った際の追記ということで、記録してみました。はい、ということで以上。